神戸電鉄蘭台駅のすぐ近くに来ました。あちらの方がまあ駅なんですけども、まあ老朽化した建物ですね。まあこちら、まあ一貫楼さんの隣、まあこちらの方もだいぶ老朽化してきてますね。でもう少し先で撮影します。一旦止めます。先ほどの視点からまあ、50メートルぐらい来たところ、ここのスズラン荘っていうところですね。こちらの方もだいぶ、古い建物です。亀裂の入り方とかも結構すごいんでね。また、住んでる人はいらっしゃるみたいですけども、もう、だいぶ、ひどい状態ですね。で、すぐ近くのこの建物も、こちらも相当古くなってますね。もし地震が来た時に人が歩いていて、そこに外壁剥がれて落ちてきたりとか、まあそういうようなことがあるとあれですんでね。では一旦電源切ります。先ほど、あちらが、神戸電鉄の沿線沿いなんですけども、まあ、こちらの方を歩いてきて、まあ、こちらの方の、集合住宅ですね。こちらも、かなり、年数、古くなってるんじゃないですかね。まあ、こちらの建物もそうですけども、まあ、こういう風な建物ですね。なんか施錠がかかっていて、で、多分、もう誰も人住んでないんじゃないですかね。あ、こちらも、解体する、あ、何かお店屋さんがありますね。稼働されてる。まあ、あちらの方も、ちょっと、いつぐらいに解体するか決めておかなきゃなんないですね。先ほどの建物があちらなんですが、こちら、門がすごく錆びついてる民家、こちらも、かなり、ほったらかしになってるような状態ですね。で、こちらの建物も相当古そうですね。まあ、こちらの建物もそうですね。まあ、ちょっと今信号変わってるの、信号というか踏切が渡れるので、ちょっとだけ向こうに渡りますね。後ほどまたあちらの道に戻っていきます。電車乗っていてね、あの辺のアパートとかも結構気になっていて、こちらの方もだいぶ老朽化していて、ほったらかしになってるんじゃないかなと思われます。それでは電源一旦切ります。で、もう一回ちょっと踏切に戻りましたけども、あちらの建物。まあ、上の方まだ住める家だとは思うんですけども、足場がね、ああいうふうに鉄骨とか入れてる、まあ、石柱とかで持たせてるんですけど、ああいうふうな作り方はしない方がいいですね。老朽化してきた時、いつどうなるかわかんないんですから。あとはまあ、こういうふうな、まあ、昔ながらの作り方ですね。間に、こういうふうに、金属を使用して錆びていく、まあもったいないんでね。で、こちらがあちらの方のまあ民家ですね。あの辺の周辺も多分いくつか解体しなきゃならない状態の家あるでしょうね。それとこちらなんですけども、人気全然ないですね。ずいぶん前からペンキ塗り直したりとかして持たせたんでしょうけども、結局住む人なんていないっていう状態ですね。まあ、あちらの建物もそうなんじゃないですか。今は時刻10時前ぐらいですけども、午前4月6日です。まあちょっとこの辺の河川ずっと続いていくと、山王ダム、続いて、
違いますね、三野ダムじゃないですね、石井ダムの方に続いていくんですかね、まあ、なんせ唐沢原の水源地の方に出ていきます。そこまで撮影していこうと思います。まあ、あちらは老人ホームか何かができてるんですかね。こちらは農民家もこの辺もだいぶ古くはなってるところ多いんですよね。一旦電源切ります。三能ダムに続いていく河川なんですけども、まあ水量この辺のところ鈴蘭台のあたりではすごく少ないです。ただ雨降ったらねやっぱり山間部なんで水が集まってくるんですよね。だから結構な貯水量になってきたりします。ですので間にいくつか、まあ、何箇所かに水門は設置したいですね。山のダムまでの間にやっぱり雨降った時にあと夜間貯水できますんで、まあ、こちらなんか普段なんかもカラカラの状態ですね。ただ雨降ったら山の斜面からの水が集まってきて流れてきますよ。これはどちらかな、右から行ったらいいかな。あちらもなんかすごく古くなってる建物の老朽化した建物ありますね。まあ、この辺りなんか植林、枯れてる木とか伐採してその場所に植林とか良さそうですね。平たいんでちょっと大門先まで歩きます。まあ、こちら鈴蘭台から少し南の方に来たところの神戸電鉄の車庫というか、まあこういったところがあるんですけども、まあ結局電気自動車とか水素自動車のトラックで荷物運搬するんだったら神戸電鉄とかの間に普通の通常車両の間に貨物線走らせて貨物列車走らせて、まあ、鈴蘭台の駅まで着いたら一旦こっち側に戻ってきて、この辺で、荷物の集配場にしてみたりとか、まあ、そういうふうな、形で、そうすればもともと電線引いて、行ってますので、バッテリーなんかいらないんですよね。だから本当はその方が賢いし、やっぱりね、まあ、三木方面とか小野方面、あちらの方の電車に関してはもうそれで運びは電気自動車で運んでるようなものなんですよね。特に腐らないようなものとか積極的にそういうふうなルートで運んで、まあ、物流のシステムを変えてしまうと、まあ、そういうふうな形ですね。で鈴蘭台駅から降りてこのまま父親の家まで歩いていきます。途中石井ダムや唐沢原の水源地等があるんですが、まあ、昔港川の東山商店街で水害があったんですね。港川が氾濫して、でまずそれを抑え込むような形で石井ダムを建設して、そちらの方でまず一旦水を雨降った時にせき止めれると。で要するに石井ダムプラス唐沢原の水源地の水量で自分の顔が映ってましたね。ちょっと電源切ります。こちらの方にも老朽化して多分放置されてる建物っていっぱいあると思うんですよね。で先ほど言っていた向こうが鈴蘭台駅の方で、でその手前の方に貨物で電車の車庫があるんですよね。その先をちょっと伸ばして貨物列車用の車両が集配所を作るとしたら、ここから向こうまで100メートルもないんで、その辺りに作ればいいんじゃないかなと思います。で鈴蘭台駅から直線だとこちらまでまあ300メートルから500メートルといったところですかね。まあ先ほどの河川がまあこういった形になってきます。まあいろんな石ころとかがね転がってる状態で、まあ穴埋めとかに使うんだったらああいうふうな石、地震についてのところに記載してるしていたり、他向こう側総括編の3や4で説明してる通り、地震って中で空洞がたくさんできていて、でそこで一斉崩落が起きて、で地面がガタンと下がるんです。だから断層ができるんです。だからそこの穴のできて穴が開いてる地点とかにああいった石を至る所にありますんで回収して、穴埋めしてコンクリート
を流し込んでいくと、これで貯水量も上がっていくんで、水門つければ石井ダムまでのところまでが全て水が貯水できるので、まあ、雨降った後なんですよね、それなりのそういった時にしっかりと水が貯水できると。で、通常時それを1×1 とか 2×2 3×3 とか 5×5 メートルのそういった中央の回転扉式のところでこう上手に夜間は閉めておいてしっかりと発電できるような形にすると。で、その辺りが河川なんですけども、木がいっぱい生えてますよね。で、あの辺りは水位はそれなりに水門作ったら上がってくるんで、まあ木は伐採して木材として活用しましょう。で、まあバイオマス発電とかそういう風な方向でも使えたらいいでしょうし、まあこういったところとかも山間部ちょっと入っていけそうなところの枯れ木、特にまず枯れ木の方からしっかりと回収すると、切ってと。で、そういったものから、まあ木材に使用できるものは使用したいんですけど、基本的に枯れ木だったらバイオマス発電でしょうね。中虫に食われていたりしてスカスカになってる時もありますからね。木材として弱かったらあれでしょうし、でこれぐらいのところだったら水溜めても水量が大したことないから、水門を木製で作ってもいいと思うんですよね。水圧に耐えれるように、例えば厚さ20センチの水門でもいいじゃないですか、木製の。もうそれぐらい厚かったらね、なかなか折れることなんてないですよ。まあこのままちょっと石井ダムの方まで向かって歩いていきます。